アメリカ合衆国ニュージャージー州バーゲン郡に位置する町である。パラマスには5つのショッピングセンターとモールがあり、ニューヨークシティ近郊ではショッピングの町として認知されている。ニュージャージー州では衣服に消費税がかからないため、パラマスの北部に位置するニューヨーク州、ロックランド郡やハドソン川対岸のニューヨークシティからも多くの買い物客が押し寄せる。ルート4沿いには、 通称バーゲンモールとモールアット4と呼ばれる2つのモールがある。ルート17沿いにはパラマスパークとファッションセンターが隣接して建っている。そしてルート4とルート17の交差する場所には州最大で全米でも17位の規模を誇る有名なウェストフィールドガーデンステートプラザがある。ガーデンステートプラザの周辺には様々な商店が林立している。 中でも北側にあるイケアは世界で3番目に大きい面積を誇る。パラマスが位置するバーゲン群にはアメリカ合衆国で唯一、今も日曜日を礼拝と安息の日と定めるブルーローという法律があり、日曜日には食料品と最低限の生活必需品しか売ることができない。その上、パラマスでは商店だけでなくホワイトカラーの事務所を開くことも禁止されている。 つまり日曜日にはパラマスの店はスーパー以外すべて閉まっていると考えて良い。再三にわたってブルーロー廃止案が出ているが住民投票で却下されてしまう。これはユダヤ教徒やイスラム教徒の反対など宗教的な理由も多少はあるが大部分の住民は平日は通勤、土曜日は買い物客によって起こる大渋滞に励役しており、 日曜ぐらいはゆったり過ごしたいという願望を持っているためである。ありがとうございます。